皆様こんにちは。金沢医科大学血液免疫内科の水田と申します。今から成人 PH 陰性の急性リンパ性白血病についてお話をさせていただきます。急性リンパ性白血病の治療といいますのは、基本的には白血病細胞を根絶して治癒を目的とした強力な化学療法を繰り返すことです。まずは化学療法、それから造血幹細胞移植、そして輸血や抗生剤などの投与、治癒療法、それから新たに出てきました分子標的療法、現在はこの4つの柱によって成り立っております。基本的にはこの以下にここに示している3つのコンポーネントにおいて治療が行われます。まずは寛解導入療法、この治療は白血病細胞の根絶と正常な造血機能の回復を目的として行われます。根絶とは書きましたけれども、多くの場合は寛解導入療法だけで根絶に至るということはあまりありません。それから地固め療法、寛解導入療法後に残存している白血病細胞をさらなる根絶を目指して行うということです。そしてその後に維持療法、根絶を目指してやった治療がちゃんと効果を維持できるように再発の予防を目的として行われます。フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病というのは、チロシンキナーゼ阻害剤というものが登場しまして、従来予後不良と言われていたんですけれども、現在は治療成績が劇的に向上しております。しか一方、成人の PH 陰性急性リンパ性白血病に対する化学療法というのは、現状ではまだ発展途上であるというのが実情であります。化学療法で十分な効果が得られない場合や、化学療法のみでは治癒が難しいと予想される場合には、造血幹細胞移植を検討することがあります。ただし造血幹細胞移植を行う場合でも、化学療法によって白血病細胞がある程度減少しているということが重要です。もしそうでない場合に施行しますと再発、ないしは同種移植の場合は生着不全ということを起こすリスクを伴います。では治療の目標何か、血液がんにおきましての治療の目標は完全寛解になる。完全寛解って何だろうということになりますと、血液学的完全寛解と分子遺伝学的完全寛解という2つの寛解があります。血液学的寛解というのは、通常我々が今まで使ってきた言葉なんですけれども、骨髄中の白血病細胞の有無を顕微鏡で形態学的に判定するというものです。白血球、赤血球、血小板の数が正常範囲に戻っている、最初の時には異常を示したものが正常値に戻っているのも条件であります。ただ顕微鏡で見ただけで判定するので、体の中にはまだ数パーセント白血病細胞が残っているという可能性もあります。それと比較しまして、分子遺伝学的な完全寛解というのは、白血病細胞が持つ特徴的な遺伝子変異を目安にして、より精密な検査法で白血病細胞の有無を定量化して判定するという方法であります。ここにお示ししましたように、化学療法を行っても体内の白血病細胞がゼロになるというわけではないんですね。分子遺伝学的寛解は血液学的寛解と比べて白血病細胞がより少ないレベルまで減少していることを確認できるという方法ではあります。ただこの急性リンパ性白血病の診療というのは、ここ10年間で大きく変化しました。別の言い方を申し上げると、ここ20年間の間、ほとんど画期的な進歩が示されてなかったんですけれども、ここ10年間でいろいろな遺伝科学技術の進歩とか新しい薬の開発によって変わってきたんですね。具体的には、まず20歳から30歳までの患者さん、この患者さんには小児科で用いる強力な治療をすることで治療成績が向上することが報告されました。これは、実は小児科、同じ、15歳から20歳ぐらいまでの患者さんに小児科でやってた治療と大人でやってた治療を比較することによって分かったんですね。今まではそんな作業をしてなかったもんですから、ちょっと開けてびっくりで、小児科の方がこんなにいい成績を出しているということで、成人の方でも治療法が取り入れられるということになりました。
もう一つは、検査技術の進歩によって微量残存白血病の検出法が進歩して、治療効果の判定や、治療法の選択にそれが積極的に用いられつつある。この微量残存白血病というのは、要するに治療をした後に白血病がどれだけ減ったかということを見つける方法なんですけれども、なかなか顕微鏡で見てるだけではその検出感度に制限がありまして、どこまで効いてるかわからなかったんですね。これを、特殊な検出法を用いることで定量化するということで、より治療効果を綿密に検討することができるようになりました。また染色体や遺伝子を解析する技術の進歩によって、白血病の発症や病気の進展に関する理解が深まり、また新たな診断基準というのが出ました。今までは顕微鏡で見てどうだとか、表面マーカーを見てどうかとか、それから患者さんの最初の時の白血球が多いとか少ないとか、そういうことで治りやすい治りにくいっていうのを決めていたんですけれども、遺伝子、白血病の遺伝子を見るということで、それが薬が効きやすいのか効きにくいのか、また別のアプローチによってその治療が、新しい治療が開発できる可能性があるかということが分かるようになりました。もう一つは、標的となる細胞にの特定分子に結合して効果を発揮する薬剤、要するに分子標的薬剤というものなんですけれども、それが開発されまして、従来の治療に抵抗性の急性リンパ性白血病にも有効であるということが報告されました。このスライドは、本邦における思春期若年成人の急性リンパ性白血病に対する小児レジメンの有用性を示しております。これはJALSG という日本の白血病グループと、が報告した結果ではございますけれども、従来の成人レジメンでは 45% の5年生存率が得られていたものが、実は小児レジメンを用いますと、同じ年代で比較した場合に73% の長期の生存率が得られたということで、少なくとも思春期若年の成人 ALL に関しましては、この小児レジメンというのを用いた方がはるかに、治癒がしやすいということが示されております。 PH 陰性の、急性リンパ性白血病では、思春期成人若年成人であれば小児プロトコールが有用であると考えられます。ただ25歳以上から65歳未満に関してはまだ確立された治療法というのはありません。ただ、大量のメソトレキセート療法というのを併用すると、どうやら治療成績が向上しているのではないかというふうに報告はされております。それで、今回は、この急性リンパ性白血病の治療法に関連するまた新たな報告もまた皆さんにお示ししたいと思います。一つは、大事なことなんですけれども、造血幹細胞移植というのを、どういうふうにしていくのか、従来のに我々の、感覚では、急性リンパ性白血病で、造血幹細胞移植のドナーがいる、そして体も丈夫で移植に頼るということであれば、積極的に、どんな人でも造血幹細胞移植をするというような、アプローチをしてきたんですけれども、このドイツの成人白血病研究グループから報告がありました。これは2つの前向き研究に登録された患者さんのデータをもとに、同種造血幹細胞移植の適用を、どういうふうに考えていくのかということを、報告した論文でございます。で、実際は552人の、高リスク急性リンパ性白血病患者さんを、対象に解析を進めて、実際に造血幹細胞移植を受けた282例と受けなかった240例の、解析をしています。ここにお示しする通り、造血幹細胞移植を受けた282人中46人が再発せずに死亡、これは移植に関連した死亡です。移植を受けなかった人は、21人が再発しないで亡くなっていますけれども、当然移植を受けた人の方が、この治療に関連する死亡は多いんですけれども、逆に再発に関しましては、移植を受けなかった人の方が107例、移植を受けた人が53例ですから、再発は移植を受けた人の方が少ないということになっております。ただ、全体の
その生存無再発死亡率、死亡率生存率を比べますと優位差がないんですね。実は、どちらも生存に関して、優劣がつけがたいというような結果になりました。これは非常にちょっとショッキングなデータなんですけれども、何が問題だったのかといいますと、この移植を考え適用を考える上で重要な因子としては、やはり寛解導入後のMRD、 要するに残存白血病細胞が残っているのか消えているのか、そしてイカロスという遺伝子の欠損があるのかないのかということが非常に重要である。簡単に申し上げますと、最初の寛解導入療法をした後にまだ白血病残存細胞がある程度残っている人は、やっぱり移植をした方がメリットがある。そしてイカロスの遺伝子変異欠損もある人も同じように移植をした方がメリットがあるということが報告されました。それ以外の方に関してはまだまだちょっと今後は検討の余地があるというふうに考えて良いと思います。従来の考え方では、成人の急性リンパ細胞白血病は、第一寛解期で、寛解になった途端に移植をするのかしないのかということをすぐ考えます。我々は年齢、例えば30とか35歳以上、そして白血球の数が、普通の B 細胞性のリンパ、急性白血病だと3万以上、そしてフィラデルフィア染色体があるというものに対しては、移植をできるだけやっていこうというふうに考えてきましたし、それ以外の人はちょっと様子を見てからというふうに考えてきました。ところが、それとはまた別に、この残存白血病細胞だけを見ることによっても移植の適用を考えることができる。というか、残存白血病細胞こそが移植の適用を考える上で最も重要なファクターであるということが今分かりつつあります。右のオレンジのところで囲ってあるところを見てください。例えば、10のマイナス3以上というのは、要するに白血病細胞が最初から、1000分の1以上残っている人。1000あった人が1以上残っているような人は、ちょっとそのぐらいの減り方ではちょっと移植した方がいいなということですね。例えば10の、その逆に言うと1000分の1寛解導入をして1000分の1未満まで減った人は、そんなに無理やり移植しなくてもいいんじゃないかなというふうに、今後さらにこのこういう白血病の方のこの残存白血病細胞と、それから治療の成績を見ていくことで、本当に造血幹細胞が移植が必要な人ということを層別化することが可能になっていくのではないかというふうに考えられます。そしてこの定量化というのは、新たな治療戦略にもつながるんですね。で、これはなぜかと申しますと、今までは例えば急性リンパ節に入る白血病に対して次回移植というのは、今までの報告だと再発率が非常に高いということで、これはあんまりやらない方がいいんじゃないかというふうに言われておきましたけれども、いろいろな治療法が開発されて、非常に深いレベルまで残存白血病細胞が減っているような人に関しては、ちょっともう一回考え直してみようと、こういう治療をした方してもいいんじゃないかと。なぜ次回移植の話をしたかと申し上げますと、近年患者様の年齢が高齢化してるんですね。やっぱりリンパ性白血、急性リンパ性白血病も50代歳以上の患者さんがたくさんおります。そうなりますと、全ての患者様に同時移植をするというのはなかなか難しい。その上で次回移植というのも一つのツールとしてまた使っていく価値があるのではないかと、そういう余地があるのではないかということが分かりつつあります。そして、新たな治療薬としましては、この3つの治療法が注目されています。で、まずはイノツズマブオゾガマイシンという薬なんですけれども、これは、急性リンパ性白血病の 80% 以上に、出ておる CD22 というものに対する抗体です。で、現在難治再発性の急性リンパ性白血病に対して使用されておりまして、80% 以上有効率が報告されております。現在は、難治再発性の、急性リンパ性白血病に、もう保険適用が通っておりますけれども、米国ではすでに高齢者を対象に、初発の時点でこの薬と、抗がん剤を組み合わせた治療法が開発されつつあり、非常に、期待できるような結果が示されております。
だからまあ今後非常に再発をした患者様にも有効性が期待できるし、そうでなくてもっと予防因子が予後が悪そうなことが分かっている患者様に対しては最初から使えるようなことが起きてくるのかもしれません。それから、もう一つがブリナツモババという薬で、この薬も、もうすぐ今年の12月から、使用が可能になりますけれども、これは CD3 と CD19 という、まあ、2つの表面抗原を、まあ、二重特異性を持った抗体です。でこの薬というのはなかなか複雑な、いろいろな複雑な作用で白血病細胞というものを、まあ、駆逐していくような抗体なんですけれども、まあ、これも難治再発例に対して保険適用がありますので、おそらくは今年度末から今年度には使えると思いますけれども、これは初発に対しても非常にこの治療法も期待をされて研究が進められております。でただこの薬は、まあ、残念ながら半減期が短くて、毎日1月ぐらい入院しないとちょっとできないというリミットもありますので、まだまだこれからどういうふうに使っていくかというところが、まあ、研究のテーマとなっております。まあ、もう一つ最後にカー療法、まあ、カー T っていう人が多いんですけれども、まあ、これは非常に画期的な治療で、米国を中心にすでに200例以上の患者様に、主に移植後の再発の小児の患者さんに使われていますけれども、まあ、これは CD19 特異的な、まあ、カー療法といって、まあ、免疫療法なんですね。まあ、これを用いて腫瘍細胞を、まあ、特異的に免疫療法で、まあ、駆逐するという治療法です。まあ、この治療自体は、難治再発例に対してでまあ、有効性も非常に示されておりますが、まあ、ただこの薬も非常に強い免疫反応があって、まあ、まだまだその副作用というものが今克服、どう克服するかということを検討中でありますけれども、まあ、治療効果という意味では非常に期待されている治療であります。まあ、以上にお示ししましたように、まあ、今までは有効な治療法がなくてなかなか手詰まりであったフィラデルフィア染色体陰性の急性リンパ性白血病の治療ももうここ数年間で画期的に向上する可能性があります。また、皆様もその今治療で困っている方々に対しても非常な期待をしてもいいんじゃないかと思っておりますので、私も楽しみにしております。それではこれで終わります。